皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、向ヶ丘女子大学の、キャンパスです。ここにね、50人、受講者がいての、授業をですね、2コマ終わったところなんですけれども、いやー、なんだかね、梅雨時期ならではの悶々とした、空なんですよね。で、学生のみんなもね、なんかしんどいとかつって、どこが悪いわけじゃないけどもっていう感じで、でもね、動いた後は、いや、すっきりした、元気になったとかね、面白かったとかっていう風になるんですよね。ということで、皆さんももしもですね、なんか今日しんどいな、やる気ないなという方はですね、この動画を通じて体を動かしませんか。で、今日ね、学生のみんなになんかこうね、気になるとこどこって言ったら、ウエストを引き締めたい、猫背お尻締めたいなんてね、いうリクエストがありましたので、皆さん短時間でどこでもできるということで紹介したい動きがあります。今までもね、お伝えしたことがあるわけなんですけれども、はい、じゃあまずね、もうなんかもうドヨーンとしてるっていう方はですね、ブルブルブルとしながら、パッ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 って一緒に声出してみませんか。あー、ブラブラーとするとですね、首や肩の凝りも出てきますよ。はい、さあ、今日も短時間です。さあ、じゃあ猫背のこういう姿勢を良くしたいんですけれども、ちょっとアングルを変えさせていただきますね。背骨、骨盤、肩甲骨の調整にもなります。で、グッと相手に締めたり、うまい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、胸を上の方にやります。はい、1、2、1、2、1、2。そして2つ目がですね、このブルブルワークです。くびれます。背中や肩の凝りも取れます。1、2、1、2、1、2、1、2。はい、こうなっている姿勢を広げたいので、今度は後ろに1、2、1、2、1、2。そしてブル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 、ポッポッポッ。これをもう一度やっていただきたいんですけども、ちょっと時間短縮します。そしてこの形で上下に引っ張り上げます。天井というか、で、こうするんですね。これでこう下がっていくと、開いてた骨盤がスッとすぼむので、お尻が引き締まっていきます。はい、そしてこの腕の動きで、二の腕も細くなりながら、背中や肩の凝りも取れていきます。さあ、今日は短時間ですよ。物足りない方はですね、もう一回動画を繰り返してみていただきたいと思いますが、はい、グッ。そして手をこう後ろに、はい、これがですね、またさらにグーッと背中の凝りが取れて姿勢も良くなります。はい、胸をグーッと押し出して肩甲骨を寄せます。はい、そしてちょっと難しいんですけども、後ろに後ろに、で、骨盤を回旋、ブルブルブルで、こうやって曲げ伸ばし、これでお尻も引き締まってきます。骨盤が良くなったらなんですね。はい、という感じなんですけども、回しましょう。ほっ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 。皆さんどうでしょう。ちょっとこうふっとね、開いてた骨盤がすぼんで、お腹も引き上がってきたと思いませんか。そしてこうなっていた姿勢がこうなりました。はい、ということでですね、今日はパーッとお伝えしましたけれども、物足りないと思いますので、もう1回、いや、もう2回ぐらい繰り返してご覧ください。はい、ということで、悶々としている時ほど体を動かして、体も心もすっきり晴れ晴れしましょう。そしてね、自分の思いが体に伝わってきますので、どうかどうかですね、楽しいこと、嬉しいことをね、ポジティブな言葉を発したり、ポジティブなイメージを、ね、持つのはとても大事だと思います。私たちはですね、ぼーっとしている時も何か考え事をしているみたいなんですが、その多くがネガティブな方に入りやすいんですよ。だからこうやって動いてね、ポジティブなエネルギーの方向にエンジンを、切り替えていきましょう。はい、ということで皆さん、今日も最後までありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。短い動画でした。またね。何回も繰り返しましょう。